なんと、なんと雨が降ってきました。どうも、ズンドコズンドコカルチャンネル、カルタです。なんと、キツキ集落館にやってきました。てか、もう初日終わったんですけどね、昼夜公演があったんですよ。なもんで、ちょっとバタバタ、終わるのが9時とか9時半とかで、中に満月祭という一月に一度のビッグイベントが昨日、おとついありましてですね、なんかもうバタバタしておりました。4年ぶりです、劇団王座新体制になりまして、みんなで一生懸命皆様に笑顔をお届けできるように頑張っていきますので、どうぞよろしくズンドコお願いいたします。で、なんかね、雰囲気あるでしょ、この街並みと言いましょうかね。城下町なんですよ。キツキ城というものがありまして、で、夜はキツキ城がライトアップされて、ものすごく雰囲気があるところでございます。で、これが今劇場の前なんですけれども、タイムスリップしたような街並みでしょ、雰囲気でしょ。劇場の前にこういう橋がかかって、で、井戸があって、そしてこちらが木月集落館でございます。さあ、木月集落館中に入ってみたいと思います。まだ開演前なんで、お客様もまだ揃っておりませんけれど、今から開演するんです。ここはね、1時開演なんですよ。で、まあ、また別動画で館内の様子、そして木月この周辺ですね、周辺を皆様に見ていただきたいなと思いますけれども、楽屋がね、2階なんですよ。で、2階にはこうして洋食屋さんがあるんですけど、ここのね、オムライスがものすごく美味しいらしくて、まあ、お客さんが中に入っておりますのでね、あまりお見せすることはできませんが、この洋食屋さん、キューさん、キュー非常にオムライスが美味しいらしい。わあ、いい匂いがする。オムライス、洋食屋さんのいい匂いがする。一度お立ち寄りの際にはキューさん。はい、ということで、劇団王座6月公演木月集落館、皆様ぜひよろしくお願いいたします。では次の VTR どうぞ。はい、終わりました。今日も昼の部が無事終演でございます。たくさんのお客様に盛り上げていただきまして、ご来場いただきまして感謝でございます。あ、今からね、寮の方帰るんですけど、ここですよ、このうどん屋さん。あ、さっき見たか、このうどん屋さんね、カツ丼が美味しいんですよ。コトラ、そしてあのね、劇場の前に炉端焼きってあるんですよ、あの白い建物ね、あそこが炉端焼きです。4年前に1回行ったことがある。そしてもうちょっと奥の方に行ったら、なんかレストランじゃないけど、なんか居酒屋さんみたいな、バーみたいなところがあったんですけどね、今回もうなくなってましたね。潰れてるわけじゃないのかもわかんないんだけど、いや、もう今日で6日目ですよ。お昼までの公演なんでね、時間はいっぱいあると思ったんですけど、予想外にバタバタして、で、満月祭とか、あと昼夜、こちらの9時半に終わったんで、満月祭のある日は普段の夜の部は9時に終わるんですけど、もう9時に終わったら明日の支度とか打ち合わせ、ミーティング、稽古などをしたらね、もうほぼほぼやる、何もやることができない。まあ今日からしばらくはお昼までなんで、ちょっとね、今日はソロバーベキューでもしようかなで今思いながら歩いてます。あのバーベキューのなんかちっちゃいコンロみたいなあれがあったので、ちょっとそれでちょっと今日遊んでみようかなみたいなことを考えてますが、ものすごく暑い。雨止んだからね、昨日まで大雨でした。すんげえ雨、やばいぐらい。バーベキューもいいんだけどね、焼肉もいいよね。食道園、
ここは初日の日かな、メンバーみんなと、総座長たちメンバーみんなと一緒にね、1ヶ月みんなで楽しもう、力合わせてやろうっつってね、ご飯食べに行きました。と今日は時間があるので一人楽しみたいと思います。なんと、なんと雨が降ってきました。気づきからは以上です。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、そしてサンクスボタン押してくれたら嬉しいな。それじゃあ次回のカルチャンネルで会いましょう。ツンドコツンドコ。